なあのホームページなどは、電子媒体なんですけども、先日は、お絵描きピースっていうところのイベントを西東京市で行いました。音楽や絵本の読み聞かせ、腹話術師の方にもこう平和について語ってもらいました。その後にそこでこう考える種を植え付けてもらって、みんなでお絵描きをしたり、平和の日っていうのをみんなで作ったりしました。で、それに賛同してくださった沖縄の安保関連法案に反対するママの会では、浜辺でお絵描きピースのイベントを行ってくださったそうです。浜辺でこうみんなで話して、そこでお絵描きをしたようなイメージだと思います。私たちはこう Facebook、Twitter、ホームページでこの柔らかい活動をいろんな人にこういろんなきっかけで興味を持ってもらいたい、そういう柔らかい活動をして紹介しているので、ぜひ皆さんにも応援していただきたいと思っています。最後に、皆さんが政治に関心を持つきっかけは何でしたか？声を上げるきっかけは何でしたか？私のきっかけは、私自身の母と兄と慕うことができる友人です。デモや勉強会に子供を連れて参加する母でした。母と違うところのデモや勉強会には愛と慕う友人に連れてもらいました。皆さんの政治に関心を持つきっかけは何でしたか？昨年シールズが作ったきっかけ、私たち安保関連法安保関連法に反対するママの会アット東京で活動しているお絵描きピースのきっかけ、そして皆さんが作っているきっかけ、このきっかけで社会に疑問を持ち声を上げる人を増やしましょう。そして投票率を上げて、より市民に寄り添う政治家を選びましょう。ありがとうございます。石川さん、ありがとうございました。今後ろの方にお立ちになっている仲間の皆さん、私から見てこちらの左の方に席がまだありますので、ぜひ前の方に来て座ってください。あとですね、こちらの方にもいくつか席がありますので、少し詰めて、ぜひ後ろに立っていらっしゃる仲間の皆さん、前の方に詰めて空いている席に座ってください。それでは続きまして、若い人からの発言になります。ティーンズソウルの鈴木愛音さんです。お願いします。こんにちは、ティーンズソウルの愛音です。16歳の高校2年生です。お願いします。最近夏の参院選に向けての動きや連日のニュースでの報道が増えていると感じています。次の参院選では18歳からの若者も投票することができます。今日の参加者の方の多くの孫や子供にあたる若者が投票に行けるようになります。 NHK の調査によると、選挙に行くと答えた若者は 60% もいました。しかし選挙の仕組みが理解できていない人は 56%、 選挙に行くのに不安がある人は 49% もいました。選挙には行きたいけど政治の仕組みがよくわからないという人がたくさんいるのが現状です。
今私たち若者の周りには政治に関わりを持つ機会がなかなかありません。学校の授業で政治的な内容を取り上げられることは少なく、政治の仕組みや選挙に行く大切さを知らない人たちはたくさんいます。それに加え、学校の政治的中立や政治活動の届け出制などが出ていて、ますます政治に関わりにくい社会になっています。そんな中、私は家庭や地域のつながりを通して政治と関わる機会が今まで以上に必要になってきていると思います。学校の授業などで過去の戦火の過ちを学ぶより、おじいちゃんやおばあちゃんなどから戦争の構想を教えてもらう方が何倍も心に響き、忘れることはできません。家族がたまたま見ていたニュースでおすすめされた本で政治について話していて、というきっかけで政治に関心を持つ人たちはたくさんいます。実際に私は家族がニュースを見ながらぼそっと政治や戦争について話す言葉は、幼い頃の私の時でもしっかりと心に響き、今でも忘れることはできません。メディアは学校は教えていかなければいけないこと、伝えていかなければいけないことがなかなか伝えられていないのが現状です。そこで、その文句ばっかり言っていないで、私たちが家族や友人に安保法制や安倍政権の危険さを自分たちで伝えていくことが大切だと思います。憲法違反の安保法制を可決し、改憲を求む政権が3分の2の議席を取ってしまったらどうなるのか。次の参院選の結果はこれからを生きる私たちにとって重要な選挙になります。そのためにも政治家をはじめ国民がユナイトや共闘を掲げなければいけません。野党の共闘はますます強まっています。しかし私たち国民はどうでしょうか。去年の安保反対のムーブメントは時間が経つにつれて薄まり、参院選での終点がぶれているような気がします。私たちは去年の国会前のような安保反対や安倍政権反対の声を上げ続ける必要があると思います。反対の世論を上げることで選挙結果には必ずつながります。メディアがなかなか報道しないなら、私たち国民の力で今の現状を家族や地域の人、友達に伝え、当たり前の生活の中に政治の言葉が飛び交う社会にしていかなければいけません。そして去年の夏の安保法制の廃止と安倍政権の退陣を求めていかなければいけません。政治家や社会の空気を変え政治を行うのは国会という名の小さな場所だけではありません。主権者である私たち国民の力が何よりも必要となっています。その主権者の一人として私はこれからも今の社会に目を向け声を上げていきます。自分が大人になった時に戦争がなく、次の未来の子どもたちが社会に希望を持てるような社会であるために、主権者として行動し続けていきたいと思います。政党や党派を超え、安保法制の廃止と安倍政権の退陣を求めていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。まだちょっと席が空いているところありますので、席が空いているところよかったら手を挙げて、後ろの方ぜひ座ってください。あちらも空いていますので、こちらも空いていますので、後ろのお立ちの方まだこれからなのでぜひ座ってください。それでは続きまして、宗教者の方からの発言です。日本キリスト教団エパタ教会の亀岡健牧師です。お願いします。大変若い方の後にですね、前期高齢者が出てきてどうもすいません。私はエパタ教会というところで牧師をしております。私たちが所属しています、日本キリスト教団というのはプロテスタントの集団で、日本で一番大所帯なんですけども、実はこの日本キリスト教団というのができたのが1941年、日本の元号で言いますと昭和16年6月24日であります。
当時日本はですね、国を挙げて戦争、すべてのものをですね、戦争に向けて一つにするということで、宗教、キリスト教も一つになる。したがってカトリックとプロテスタントは一つには無理なものですから、プロテスタントは一つ、カトリックは一つということでできたのが日本キリスト教団であります。で、まあ、戦争中ですね、まあ、積極的に戦争に協力した人はそう多くないと信じたいんですけれども、結果的にはいろんな形で協力させられました。1945年戦争が終わりました。その時点で日本キリスト教団はきちっとした反省ができませんでした。戦争が終わった、さあ平和だ、さあ伝道だということをやってしまいました。それから22年、遅ればせながら日本キリスト教団は当時の議長でありました鈴木正久という方が戦争責任告白というのを出しました。キリスト者として果たすべき責任が果たせなかった、申し訳ありません、そういう反省であります。ところがですね、それを機に日本キリスト教団は真っ二つであります。それも出すべきではない、宗教者は魂を救い、信仰のことを問題にしてればいい、社会の問題、戦争反対などと言うべきではない、そういう考え方が多数であります。一つの例を挙げます。少し前になりますけれども、東京教区という、まあ、東京のブロックですけど、そこの総会でですね、私たちは憲法9条改悪反対の決意表明をしようという議案を出しました。ところがですね、そういう問題は教会の会議にはふさわしくないということで、なんと否決されてしまった。もう私はもう開いた口が塞がりませんでした。まあこれは今時間がございませんので、先ほどちょっと申しましたけども、宗教というのは心の問題、内面の問題だという考え方と、いやそうじゃない、私たちが大事にしているイエスという人の生き方、それはイエスは貧しい人たちと苦しんでいる人たちと共に歩んだじゃないか、そのイエスになろう、今そういう大きく言えばそういう2つの流れがありまして、残念ながらですね、内面のことを大事にしようという動きがどっちかというと強いというのが、もう私たちの日本キリスト教団の現状です。で、私は今日ここに参りまして、こんなにたくさんの方々が雨の中来てくださって、そのことを引き換えてですね、私たち宗教者の生き方はあまりにも消極的だということを本当に反省させられるんです。私たちのグループといいますか、で牧師やクリスチャンの中に、今日もですね、キリスト教平和ネットの方もいらしていただいて、いらっしゃると思いますけども、それがおかしいということで声を上げるということはですね、やってます。しかしそれはまだまだ小さいんですね。で、昨今のですね、安倍政権のやり方を見てますと、結局1941年、まあ、実は私は生まれる前の年です。その年に日本キリスト教団が成立して、そしてその年の12月8日、太平洋戦争が始まる、アメリカに宣戦布告するわけですけど、そういうことを考えますとですね、今、本当にまたその時代が来るんじゃないか。その危険をですね、ひしひしと感じています。で、今日私がここに立たせていただきましたのは、藤田さんからお声掛けいただきまして、まあ、本当に恥ずかしい、情けない過去を背負っているキリスト教の中にもですね、それじゃいけないと思っているものがいるということも、まあ、知っていただきたいということと、それからこれからですね、遅ればせながら皆さん方と一緒にですね、安倍政権を阻止してですね、憲法改悪を絶対させないということをですね、やっていきたいと思います。足は聞こえませんから。